とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、裏技、やっていきたいと思います。コメントでね、別の裏技を教えてもらったんだけども、それやってる時に、あ、こういう使い方もできるよね、っていうことで、発見したやつです。で、教えてもらった裏技は、次回の動画でやりますので、よろしくお願いします。では、今日の裏技ですけども、準備してもらいたいもの、防具です。防具、これ。ピグリンアーマーではないんですよ。何でもいいです。エンチャントで、炎の道、これを準備してください。まあ、何にでもつきますよね。炎の道。これを使います。炎の道は、回避や羽を使うと、まあ、こんな感じで、炎が出ますよね。で、4秒間とどまって、そこにダメージを与えていくという感じです。で、ダメージは少ないんだけども、炎が重複すると、その分、高ダメージを与えれるようになるので、まあ、使い方次第というところでしょう。まあ、実際そんな使うことはないんだけどね。これで裏技をやります。まあ、とりあえず、ステージに入りますね。それではやっていきましょう。ちょっとね、もう一つ準備が必要だったの忘れてました。もう一つ準備が必要。それが弓ですね。クールダウンショットとバーストボーストリング。それがついてるやつを準備してください。多分皆さん持ってるとは思うんですけども、まあクールダウンを発生できる弓を準備してください。で、やり方の説明ですけども、羽を使うとこんな感じで炎発生しますよね。この羽を使った瞬間、この羽の効果がある間に、羽を、変更してください。そうすると成功です。その羽を、変更するためには、クールダウンを発生しなきゃいけないので、弓が必要なんですよね。では、実際にやってみましょう。羽を使って、クールダウンが発生した時に、インベントリを開けて、羽を変更させます。そうすると、ずっと炎の道が発生します。これずっとです。ずっと。で、羽を装備し直して、もう一回ピョンってすると、これは消えます。なので、羽を装備するまでは、ずっとこの状態を続けることができますね。うん。まあ、羽ピョンビルドをしないときには、これでいくと、まあまあ、うん、結構お得な感じにはなりますよね。確かにダメージは一発一発、そこそこ少なめなんだけども、でもこれ、尻つもだからね。うん。この複数体に当たったりすると、炎がね、ダメージも倍々ってなってきますので、まあ、とにかく、こういう感じでぐる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 動いてると、すごいダメージを与えることができます。で、注意点があって、これね、回避もできません。回避もなぜかできなくなってしまうので、まあまあ、うん。羽ピョンしなかったら回避もそんな使わないよね。うん。なんで一応覚えておいてください。回避はできなくなって、で、羽を使うと、この状態は消えるっていうことですね。うん。で、ダメージこんぐらいなんですけども、一応、火炎フォーカスは入れてます。で、これね、ダメージの計算方法がね、ちょっとわからなくて、実際ダメージは、炎の道、263の防具で、72万なんですよ。秒間72万。なのに、一撃ね、5万とかなんだよね。これもうちょっとダメージあるはずなんだけども、なんかあんまりダメージは入ってないね。うん。もうちょっとダメージあるかなと思いきや、なんかそんなに、一撃一撃はないみたいです。で、パワーポーション取ってもダメージに変わりはありません。うん。で、一応これね、火炎フォーカスも入ってるのよ。火炎フォーカス入ってこれだから、どうなんだろうね。この火炎フォーカスが意味をなしてるかすらちょっとわかりませんけども。まあ、とりあえず、こういう感じでいけますので、はい。まあ、ちょっとしたね、ネタとしてやってみてはどうでしょうか。低レベルのとこに行こうとすると、意外と攻撃せずに、倒していけるので楽です。
はい、うん、まあこんな感じですね。で別に装備はね何でもいいんで、一応自分がね持ってるやつで試してみてください。ボス倒せるかなこれ。ちょっとドラつけていけ。あー倒せる倒せる、うん、あボスに対してはね効果抜群だわ。周りを炎で囲むと一発200万ぐらいのダメージが出てたんで、あいやボスに倒してはこれ意外と強いぞ。おーちょっともう一回試してみようか。それでは今回はねアポカリプスプラス25だね。25のやつです。さあどうだ、ドラを入れて、あやっぱり100万以上与えるね。100万以上ダメージ入ってる。うーんでもまあまあこれプラス攻撃をすればねいいんじゃない。うんこれプラス攻撃をすれば結構与えれる。あ虚無でも結構いい感じなのかもしれないね。虚無が入るとさらにダメージは上がるんだろうね。はい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 、うんまあこう羽なしのねベタ足のビルドでこれ使えればまあうんそれなりにダメージが増えてボス戦では特に強くなると思います。はいということで戻ってきました。今日はですね、無限にこの炎の道の炎を出し続ける裏技、やってみました。でこれね火炎フォーカス入れてるんだけども、火炎フォーカス意味ないかもしれない。うん、あのフォーカス入れてるならもうちょっとダメージ上がると思うんだよね。あんまり意味はなさそうですね。はい。で、今日のおさらいですけども、やり方です。まず、二つ準備が必要で、一つ目が、防具の炎の道。これを準備してください。それプラス、弓のクールダウンショットとバーストボーストリング。二つ入ってるやつですね。を準備します。で、アーティファクトに羽をつけてください。で、羽を、敵がね、3体以上いたらいいかな。3体以上いるところで羽を使うと、バーストボーストリングでクールダウンが発生します。で、その発生してる時に、インベントリを開けて、羽を抜く。もしくは、羽と、このね、別のアーティファクトを交換する。そうすると成功です。で、これもしかすると不具合とかなんか出るかもしれません。まだ俺は確認できてないんだけども、まあ、もしかするとそういう可能性もありますので、一応自己責任でやるようにしてください。はい。まあ、ボスに使うと意外と、面白い感じにはなりましたよ。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。